遠藤正志が見せる新しいムーブメント、世の中に新鮮な驚きを与える人がいる。無限に広がるフレッシュな世界、新しいことを創造する新しい人、フレッシュフェイシーズ。この番組は野菜にドレスを着せましょう、キューピードレッシングの提供でお送りします。フレッシュフェイシーズ in the case of マサシ遠藤。例えばカエサルとかネロとか、いわゆる英雄ですね。英雄たちが食べていた料理がこの現代日本でそのまま再現できるっていうのは非常にロマンも感じますし、今人気を博しているのが歴史上のレシピを再現した料理本、歴メシ。過去の偉人が食した料理を食卓に簡単に再現できるとして話題だ。著者は歴史料理研究家の遠藤正志。元になっているのは遠藤が定期的に開催している歴史上の料理を実際に楽しめるイベント。この日は5000年前の古代メソポタミアのパン、古代ギリシャはハーブを効かせたサメのステーキ、そして古代ローマの甘酸っぱいチキンサラダ、計3品の料理が振る舞われた。当時砂糖はございませんでしたので、甘みといえば蜂蜜でございました。こだわっているところは、文献に書かれている食材に関してはそのまま使わせていただくと。例えば胡椒が書いていなかったのであれば胡椒は入れないとか、忠実にその文献に従うというところはやってますよ。人間はあんまり食べるものが変わってないんだなって、味覚自体が変わってないんだろうなっていうふうに思いました。新しいこと、変わらないセオリー。私の場合は手軽でお気軽に美味しく再現というところがフレーズになってますので、現代日本で美味しく作るっていうところは一つの核にしてますので、譲れないようにしてます。食のタイムスリップが簡単にできれば非常に面白い、有意義なことだなって思ってます。フレッシュフェイシーズ、その先は日本以外でも広く伝えていきたい。海外展開は考えてまして、侍の料理を食べたいっていう需要はたくさんあると思うので、海外で日本の文化を高めるという動きはこの歴メシにはあると思うので、それはやっていければ嬉しいなと思ってます。この番組は野菜にドレスを着せましょう、キューピードレッシングの提供でお送りしました。